はい、水中で使えるちっちゃいカメラ、パラレンズがやってきました。いよいよ開けてみます。じゃーん、じゃじゃーん、こんなケースが入っております。ケースの中には、これはなんかマスクマウントとかですね、水中マスクにつけたりするためのマスクマウントだと思われます。それから説明書となんかステッカーがパラパラパラとあります。ちょっと開けてみます。じゃじゃじゃ、なんかタコですかね。タコのマークがあります。じゃーん、来ました。え、何これ、逆来ました。これピッコ、250m 太陽です。のカメラになります。 4K でできるんやったっけ。違ったらごめん、何書いてるか分かれへんわ。今度テックダイビングで深いところを潜るので、大きなカメラじゃちょっとストレスあるから、いろいろ探してるとこれが見つかりました。これですね、これがカメラ。そして後ろにはこれを撮るとなんか刺すものがあります。これがオフですかね。ここ電源、まあいいや、また後で充電してまた報告したいと思います。これをこうマスクの横にこうつけて、撮影することもできるはずです。確かこれ広角が140度とか50度とかあった気がします。どれやったっけ、あ、 4K や、ほら 4K で 250m 対応でしょ。で静止画も撮れるし、まあ残念ながらここに今何を撮ってるのかは書いてないけど、確か録画してる時には録画っていうのは出てきます。見たらちっちゃいな、これええやん。使い方は全く分かりません。また追って、使用報告したいと思います。あ、見てこれ、そう水中で撮るためになんか綺麗に、なんか補正もかけてるみたいです。でめっちゃワイルドだったと思うよこれな、すごいので、日本ではまともな代理店がないので外国から直接輸入しました。果たして故障したらどうなるんでしょうか、よう分かりませんが、実験台になってやりたいと思います。あ、これこれこれ、マスクマウント、これや。で SD カードをここにちっちゃくピクッと挿してやりますみたいなやつですね。まあとりあえず第一報ということでパラレンズ紹介します。イエイ、終わり。